感染が拡大する中、学校では冬休みが終わり、授業が再開されました。多くの児童がワクチンを接種していない年代にあたる小学校では、感染防止を徹底しようと努めています。ランドセルを置いたら手洗いをしてきましょう。冬休みが終わり、学校が再開しました。教育現場では子どもたちに感染防止対策を伝え続けるということを徹底して行っています。冬休みを終え、今日後期の授業がスタートした新潟市の日和山小学校。オミクロン株の感染が拡大する中での学校再開ですが、学校側はこれまでの感染対策の継続を重要視しています。やることはこれまでと変わらないというふうに思っています。手洗いをしっかりやること、マスクをしっかり着用すること、3密の回避を中心として、それをしっかりやりきるということが大事かなと思っています。対策をやりきるために、手洗いに行きます、手洗いに行きます、手洗いします。1年1組では担任の先生が登校後や休み時間の後など、児童全員の手洗いが終わるまで何度も呼びかけていました。いつも呼びかけるっていうことを大事にしていて、何か活動が終わると手洗いを してきましょうとか、自分で自分が意識できるように常に呼びかけるようにはしています。どれくらい手洗いしましょうって言われてるんですか？30秒ぐらい。一方、日和山小学校では密を避けるため、行事のあり方も柔軟に変更しています。全校長会が本当は体育館であるはずだったけれども、ね、今日は教室で Zoom で全校長会になりました。そうだよね、またコロナが流行ってきたよね。県の警報発令を受け、今朝の全校長会はリモートに切り替えました。児童のほとんどがワクチンを接種していない12歳未満にあたる小学校。日和山小学校では今後も感染状況を見ながら、教育内容や行事について内容の変更なども含め柔軟に対応していく方針です。今までと違って感染力が強いということで、なおさら先生方も教育活動の中で3密回避というのを意識しながら、学びの充実とのバランスを取りながらやっていくというのが大事かなというふうに思っています。